ちょっと脇腹柔らかくしておきましょう。ちょっと冷えてるんですよね。反対に倒して。もう一回真ん中に。ちょっと針取れてきましたよね。だいぶ取れてきました。めっちゃお腹熱いです。そうですね。今熱いぐらいの、ね、すごい暖かいですよね。お腹だけ熱いって不思議な。そうですね。ジンジンするぐらいね熱くなりますよね。うん、蒸し食べてますます熱くなります。あ、熱いです。汗出ますよね。
今日は迎え戻してください、はい、いいですかね、だいぶお腹が柔らかく普通にこう沈み込む感じが、はい、出てきました、はい、最初ちょっとね、張ってるんで痛かったり硬いなっていう感じだったと思うんですけど、あ、はい、そうですね、あ、確かに、あ、うん、これ女性のお腹ですね、はい、はい柔らかい感じがありますね、はい、だいぶこういうふよというか、うん、しっかりあの跳ね返す、はい、沈み込みがあるちゃんと柔らかいお腹になりましたね。もうこうなってくれるとね、便通も良くなってね、楽になると思うので、うん、ね、はい、ゆっくり起きてください。すごい暖かい、ずっと、はい、失礼します。あ、でもこれでまた肩も柔らかくなりましたね。お腹ほぐれて、さっきより、うん、やっぱつながってるんです。そうですね、やっぱこう気持ち的な部分も、うん、あの反映しますし、あ、これから整うと、温まると、うんうん、全体的にほぐれます。自身でもなんかこの辺最初さっきは硬かったんですけど、うんうん、もう上がってる感じもあったんですけど、今それはだいぶ、うん、なんですけど、今それがだいぶ、うんうん、取れたような柔らかく下がった感じですね。結構楽ですね、うん、全然、うんうん、そうですよね。整体だけやるよりね、なんかお腹もやったことでね、うん、中から温まる感じっていうか、うん、はい、ですね、はい、じゃあ最後にね、お顔の方もやっていきますので、はい、じゃあ今度は向けです。一旦切ってください。お疲れ様でした。インスタを葵美琴っていう名前で言ってるのでよかったら探してください。桃子さんファンの方はぜひ、はい、葵美琴さんというアカウントなのでリンクを貼っておきますのでよかったらチェックしてください。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.